窓枠とロッカー対策のコツ。窓枠はですね、まあ大体距離感で言ったらこんぐらいかな。でカメラってビクトルってこう2段階あるの分かる？これ今これが一番上で、これが一番下なの。ちょっと上がってるでしょ。これ一番上、これカメラ一番下。これ以上上にも行かないし、これ以上下にも行かないの。窓枠越えるときは極力上向けといた方がいいです。下向けてもまあいけることはいけるんだけど、この下に突っかえることが多いんだよね。だからちょっと窓枠から距離取ってカメラ上いっぱいまで向けて、こういう感じ。窓枠からちょっと距離取って上いっぱいまで向けて、こうね。窓枠から距離取る、上向く、こう。このカメラが2段階あるっていうのは知っといてください。これもね、基本的には一緒ですね。ただ窓枠に比べたら上いっぱいまで向けなくても結構超えれます。こんな感じ、わかる？邪魔しないで。ちょっとお前邪魔しないで。さっきはこれカメラ上いっぱい向けてたけど、板の場合は結構下でもいける。ただ下すぎるとこうやって乗っちゃう時があって、オブジェクトの上に乗り続けるとビクトルって死んじゃうんですよ。だからまあ距離感にもよるかな、下向けるか上向けるかは。うん、カメラ下でも全然いけます。これね、板って一応ちゃんと倒れてる状態だと斜めに反転あるんで、なるべくこの低い側から行ってね。板が低い側、こっちだと飛び越えづらいんで、低い側から狙ってあげるのがいいです。低い側から。上いっぱいのデメリットはワンチャン生存者飛び越える可能性がある。この板の向こう側で生存者がここで板越えた後すぐしゃがんだとするでしょ。しゃがまれると上いっぱいの時って自分行きすぎるんだよね。ほら結構上に跳ねてるでしょこれ。ほらだいぶ上に跳ねてるの分かります？そうするとしゃがまれた時に当たんないんだよ。そうだから距離感によるんですよね。絶対こうやれば当たるっていうのはなくて、これをなんか低い側からっていうのを意識しつつ、板に引っかからずでも飛びすぎずっていうこの絶妙な角度を練習する。でロッカーは、例えばじゃあここのロッカーに入られましたとするじゃないですか。ここのロッカーに入られました。でお姉ちゃんがこれぐらい近ければ全然こうやって閉じ込めてもいいんですけど、まあめちゃめちゃ遠いところにいる場合ももちろんあるわけ。そうしたときに、例えばここにビクトル置いてしまうとどうなるか、これわかる？これさ、弟からお姉ちゃんに切り替えた後画面の下見ててね。これしばらくビクトルに切り替えれない。で今切り替えれる。しばらく切り替えれなくて今切り替えれるようになった。この時間に蹴られちゃうと元も子もないわけですよ。なんだけどこれぐらいの距離感で置いちゃうとロッカーから出て蹴る時間が、お姉ちゃんが使えるようになるまでの時間より短いから蹴られちゃうんですよね。距離感で言ったらこれぐらい、これぐらいの距離に置いて近づいてきたところを蹴るか、あるいは近づいてこない、ずっとロッカーの中入ってるようであればお姉ちゃんをこうじわ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 近づけてロッカーから出てきたところをこうビクトルで狩る、まあ、この2択ですね。まあ、ロッカーに入った生存者が、まあ、どうでもいい生存者であれば閉じ込めてこの自分は別のとこ行くっていうのもまあ第3の選択肢としてはありだけど、ロッカーに入った生存者をどうしてもやりたい場合はロッカーからだいたいまあこれぐらい、これぐらいかな、これぐらい離れてで殺人鬼の本能反応するから殺人鬼の本能を見ながら近づいてきたタイミングで切り替える。
で近づいてきたところをやる。ロッカーから出てこないならお姉ちゃんをじわじわ近づける。これ別に塞いじゃってもいいかな。あのままビクトリー誘拐される可能性もあるんだけど、まあ別にいいや、それはそれで。誘拐してるね。上手い人はこうやってヤバくなった時誘拐するんで、閉じ込めるのってちょっとリスクあるんですよ。でお姉ちゃん来たから出すと。ベルモ DVD 解説。